こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録と最後の一言、楽しみにしててください。お願いします。では今日はですね、モテる男性が何よりもしていることというお話をさせていただきたいと思います。モテる男性っていうのは、努力っていうふうには思ってないと思うんですけれども、やっぱり日々やっていることがあるんですね。それは一体何かというと、感情のトレーニングをやってるんです。感情のトレーニングというのも、例えば、何かリアクションですね、何かあった時にすごいねとか、それはよくやってるよねとか、わかるよとか、そういう感情を出すトレーニング、リアクションのトレーニング、何かあったらリアクションをするっていうことを意識してやっているんですね。あなたが何か話した時に、相手の女性がへえ、へえ、あ、そうなんだ、みたいな感じで、あんまり反応がないと話す気なくなっちゃうと思うんですよ。そしてなんか寂しいなっていう気持ちになっちゃうと思うんですね。それを、あ、そうなんだっていう感じで感情を出してくれて聞いてくれたらとっても嬉しくて、そしてそういう風にしてくれる女性に対して好意を持つと思います。それをあなたがぜひやってあげてください。そうするだけで、女性はあなたに対して好意を持つようになります。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では最近ですね、私がハマっているものは一体何だと思いますかって言ってもわかんないと思うんですけど、最近ですね、なんかバクチャーっていう液体があって、ニンニクのエキスなんですけど、それがなんかすごい体にね、いいらしいんですよ。まだ効果はわかんないんですけど、でもなんか免疫力を高めるらしいんですね。なのであなたもぜひ誰かに、そういうのがあるらしいよっていう風に話題にしてもらえたら嬉しいです。では今日も一日お疲れ様でした。また明日。